ドメンプレブツは、スロベニアのスキージャンプ選手である。兄のペテルプレブツ、チェネプレブツもスキージャンプ選手。1990年代のカサイ明に勝るとも、劣らない、時に顔が、スキーよりも前に来る深い前傾姿勢が、特徴的である。2015、16シーズンは、サマーコンチネンタルカップ最終戦で優勝し、16歳で、 ワールドカップ開幕戦のクリンゲンタール大会でデビューし8位でポイントを獲得し、エンゲルベルク大会1日目で2位、札幌大会1日目で2位と2度表彰台に上り、総合14位で終えた。ジュニア世界選手権、ルシュノブ大会では個人銀メダル、混合団体金メダルのメンバーとなった。2016、17シーズンにはワールドカップ開幕戦のルカ大会で、 出場19試合目にして初優勝を果たした。この年は4勝し、2位1回、3位1回で、総合6位となった。世界選手権、ラハティ大会は、個人ノーマルヒル34位で終えた。2017、18シーズンは、ワールドカップに不定期で参戦し、ビケルスン大会の4位が最高で、総合33位であった。 スキーフライング世界選手権オーベルストドルフ大会は個人21位、団体2位のメンバーとなった。2018-19シーズンはシーズン終盤のビケルスン大会で優勝、プラニッツァ大会で2位に入り、フライングヒルでの強さを見せた。総合13位で終えた。2019-20シーズンは最高4位、総合19位で終えた。2020 21シーズンは序盤に行われたフライング世界選手権、プラニツァ大会では、個人21位、団体4位となり、終盤に行われた世界選手権オーベルストドルフ大会では、男子団体5位のメンバーとなった。ワールドカップ最終戦、プラニツァ大会では3戦とも1桁順位であったが、ワールドカップ総合では22位で終えた。ありがとうございます。